カリクロウ、またはカリクロウは土星と天皇星の間の軌道で太陽を周回する小惑星。知られているケンタウルス族の天体の中で一番大きい。1997年2月15日にスペースウォッチのジェームズ・ V ・ス・コッティによって発見された。カリクロウという名はケイローンの妻カリクロウから付けられた。 2001年に行われた高度測定では自転周期をはっきりと求めることができなかった。赤外線観測ではカリクロウの表面は氷に覆われていると推定されていたが実際は氷は缶となってカリクロウの周囲を回っていることが確認された。小惑星として初めて缶があることが確認された天体である。絶対等級とアルベドが分かれば 天体の大きさを推測することができる。しかし、ケンタウルス属の天体は、彗星のように氷でできていて、気体を放出するかもしれないため、アルベドを推定することは、非常に難しいと言える。また、若干のケンタウルス属天体のアルベドが、時間と活動レベルによって変化する、可能性もある。カリクロウの絶対等級は6.4であり、アルベドは0.06である。 直径は 258km ぐらいだと推定されており、現在のところ知られているケンタウルス族の天体の中で一番大きい。次に大きい天体はキロンである。また、同じケンタウルス族である 1995SN55 は 300km 近い直径を持つ天体であると推測され、一番大きな天体になる可能性さえある。 ケンタウルス族の天体は、エッジワース・カイパーベルトに起源を持つと考えられており、いずれは、現在の不安定な軌道を外れて、太陽系から飛び出すか、惑星や太陽に衝突するか、もしくは、短周期彗星に進化するとされる。カリクロウの軌道は、天皇星との4、3軌道共鳴の置から0.09、天文単位以内にあり、 ロングオービタルハーフライフはおよそ1030万年と推定されている。これは、ネススやキロン、フォルスよりは安定している。2004年に、近日点に、近くまた地球と小の状態にあった間、カリクローの見かけの等級はプラス17.7になった。カリクローの間の創造図2014年3月26日、小惑星として、 初めて艦の存在が確認されたことが発表された。2013年6月3日、ある恒星をカリクローが遠平することが予測されており、ヨーロッパ南天天問題など南米の7つの天問題によって実際に観測された。その際、カリクロー本体による遠平の前後にも恒星の光が暗くなる現象があったことから、カリクローを取り巻く艦の存在が確認され、 リオデジャネイロのブラジル国立天文台等の研究チームがネイチャーに発表した。肝は2本あり、ブラジル国立天文台等のチームは内側の肝をブラジル北端の親ポク側にちなみ親ポク外側の肝をブラジル南端の注意側にちなみ注意と名付けている。内側の親ポクは半径3 9 1トル幅7トル外側の注意は 半径4 0 5キロメートル幅3キロメートルと考えられている。またこの艦を安定させるように作用する羊飼い衛星が存在する可能性やスペクトルの分析から水の氷が存在する可能性も指摘されている。小惑星カリクロウを取り巻くサザナミの艦実スケールシミュレーションが初めて描き出す小惑星の艦の姿。国立天文台。 2019年3月12日閲覧。シミュレーションで描き出す、小惑星カリクローを取り巻く勘。アストロアーツ。2019年3月12日閲覧。全世界の観測成果バージョンに。薩摩仙台市仙台宇宙館。2019年3月11日閲覧。11と、インフラレッドオブザベーションズ・オブ・セントは1119。 チャラクロウィズポッシブルサーフェイスバリエーション。2006年11月9日閲覧。ABC フェリペブラガライバズシカディ B オルティス、JL. スナードグラス、C ロークス、F ビエイラ・マーティンス、R カマルゴ、JIB アッシフィン、M デュファルド、R ジェホン、E ポロック、J レーバー、R エミーリオ、M マチャド、TI コロソ C, レラウチ E, スコートフェルト J, ギルン M, リジア N, メイケ L, ベネデ,デティロッシ G, コメス A, R, カーベラ P, モンテーロ H, スフェア R, ムタミド M, E, タンクレディ G, スペニアット J, モーリー A ほか、エーリングシステムディテクテッドアラウンド ザセントアチャラクロ、ネイチャーパブリッシンググループ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュネイチャースラッシュジャーナルスラッシュ v508 スラッシュ n7494 スラッシュフルスラッシュ n a t u r e 1 3 1 5 5 h t m l 2 0 1 4年4月5日閲覧。小惑星カリクロにカヌを発見、焦点隊としてしょ アストロアーツインク、2014年4月4日閲覧。AB、ファーストリングシステムアラウンドアステロイド、ヨーロピアンサザンオブザーブトリー、http コロンスラッシュスラッシュ www.aso.org スラッシュパブリックスラッシュニューススラッシュ ESO1410 スラッシュ2014年4月4日閲覧。AB エリザベスギ・ボニー、アステロイズ・キャンハブリングス2。 ネイチャーパブリッシンググループ2014年4月5日閲覧ありがとうございます。